みになるだろ、大物とかいろんなのも全部。初対面だぞお前急に。何泣いてんの、シクシク言ってんじゃん。早く早く行けよ。なんでコーラから飲むんだよ。この顔からこの顔になんないもん。だってカラソでもほとんど同じ。ルカギザの青春時代はあんまり。ええよ俺の青春時代。こんばんは、元男の子の青カノンです。今日はですね、こちらの超大物 YouTuber デカチンさんです。デカキンだわお前。なんだよお前、変な意味になるだろ、大物とかいろんなのも全部。朝から見てください、チンと金はヤバいっす。いやヤバいっすじゃない、金はセーフなんだよ。金ってだって金一族はセーフだろ、その勝手な変な妄想してるだけで。ごめんなさい、それちょっとちゃんとしてください。デカブツさん、いやデカキンだわお前。なんだお前その大仏館みたいな感じで呼びやがってお前。初対面だぞお前急に。初対面でそんなデカキンだわお前。なんで言ったんだ今。デカやばい発言もう。あ、じゃあ自己紹介いいですか。はい、お願いします。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。いや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 、パッ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 、いや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 、よし来た。はい、来た。もうこれいただければ十分なんで。ありがとうございます。はい、もうなんかすごい、どうしよう動画。いやいやいや、こっから始まるんだから。やめようとしてたろお前今動画。なんかすごい、なんだろう、私あんまりコラボしたことなかったんですよ。あ、ええー。なんかちょっと感動しちゃって、なんかいつも画面の中でいろんな YouTuber でワイワイしてるデザギンさんを見て、はい、なんかあのすごい嬉しいなと思って、もう動画いいかな。よくないだろお前、こんな山ほどあってお前。何泣いてんの、シクシク言ってんじゃん。シクシクしてるけどお前も小口が微笑んでるぞお前。そのということで小口が今日はですね、はい、まずやりにくくて、いやいや、やりやすいわお前。やりやすいですか。やりやすいんだよ。今日はですね、超激辛が強いと自分で言われているデカキンさんとですね、はい、そうです。もういろんな動画出してて僕は本当強いです。そうですよね、はい、私もですね、あの韓国人でも食べることが難しいと言われてるバンバンヤチキンの一番辛いやつを私韓国の現地で食べたんですよ。すごい、そんなんあんだ。なので私はこのデカキンさんの俺激辛強いんだぜっていうのを聞いて、なんか引き捨てならないなと思い、はい、なるほどなるほど。今日はですね、この新大久保でめちゃめちゃ辛いと有名なしんちゃんの超激辛バーベキューチキンを完食対決したいと思います。わかりました。これあれなんですよ、醤油味で、これ普通に美味しい、お茶美味しい、はい、で激辛激辛でお互いこう2人で。これ何問ずつ入ってるんですか。わかんないです。ちょっと見たい、何問入ってるか一緒気になるの。見ましょうか。はい、ね、うわやばい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 。ちょっと色がこんな感じなんですけど、ホットチリソースが塗りたくられてるみたいな。確かに、いやちょっと怖いな。匂いもやばい。匂いやばいですね。何系ですか。でもデスっちゃってるって言ってもいいんじゃない。デスっちゃってる。デスソースのあれかもしれない。どうしよう、これ怖い。ちなみに僕も時間かかるんですよ。僕ある程度まで辛いのを無理やり食べさせられると脳が脳内麻薬出してくれて、そこから辛さ感じなくなるっていう、旨味しか感じなくなるんですよ。モルヒネ製造マシンですね。そうっす、モルヒネ製造マシンです。そしたらあとこっちもですね、オアシス的なやつ。オアシス本当美味しい。あー美味しそう。しんちゃんの醤油のチキンでございます。これ美味しい。一応箸休め的に買ってきました。なのでこれ出していいですか。もちろんです、もちろんです。いただきます。いただきます。激辛ペヤングいける人ですか。いけましたよ。マジっすか。それが本当にもう泣きながら最後いけたって感じですね。激辛ペヤング食べれないですよ。あの辛さが食べれなくて。なるほど、唐辛子系とかなんかいろんな辛さありますもんね。しびれ系とか。あ、乾杯しよう乾杯しよう。乾杯。はい、はじめまして。でもどっかに会ったことないですか。本当に。ないです。本当ですか。ないですよ。一切ないですよ。なんかその忘年会とかウーム忘年会とかいろんなとこで大量の人数で会うとこあるじゃないですか、はい、あそこでも一回でも会ってないですか。私行かなかったですよ。あ、じゃあ本当に会ってないんだ。本当に初対面なんだ。初対面であんないじれたの俺を。すいません。すいませんじゃないんで。デカキンさんだったら受け入れてくれるかなみたいな。いやもう全然日常でしたけど、すごいね、初対面って感じがほんとしないですよね。やば、超可愛いですし。マジっすか。なんすかこのポーズ。ぶりっ子のポーズなんですか。これがてへっていう。やばい、やばいで、ツッコミ逃げないでくださいわかりますよ私コーラから。もう飲んじゃおうか。僕ほんとね、あの舌が赤ちゃんなんで炭酸飲むと喋れなくなっちゃうんですよ。いっか飲んじゃおうか。飲んじゃいましょう飲んじゃいましょう。でもあれっすよ、激辛にコーラって余計辛さ倍増しますよ。そうだ、舌がねもっとピリついちゃうから、はい、野菜から食べるなかなか行かないっすね。早く早く行けよなんでコーラから飲むんだよ。いや分かった、じゃあチキン行きましょう。もうえ、これだから何のどういう勝負、食べきれた方の勝ち。そうです、食べきった方勝ちです。 OK、 じゃあ速さとか関係ないんで、はい、じゃあもう骨付きのやつにしよう。超怖いよ。いただきます。ん、あ
でもうまっ、あ、辛っ、あ、でも後からのやつかな、後からの、後からのやつかな、あ、あ、すごい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 、発汗系ね、はい、そうそうです、発汗だ、発汗だ、ちょっと冷房なんだ止めちゃったんですか、あ、冷房止めちゃったんですか、なんで止めちゃったんですか、気づかった、気づかったんだ、青木さんを、もし冷房、ありがとうございます、心の中で汗だくなんで、うわ、これ辛いですね、結構これ辛い、これすごい、あー、すごいわ、ちょっとなのに、すいません、初対面なのにこんなことをお願いしちゃって、あ、すごい、喋れんくなるぐらい辛い、いろいろ喋りたかったのに、あ、でも慣れてきた、慣れてきたな、でも味超うまいね、味うまいですね、うん、辛さの奥に旨味がある、旨味の奥に辛さかな、俺は、俺逆かな、変わんなくないですか、そんなにうまいね、でもね、美味しいですね、うん、もう顔真っ赤ですけど、お互い、意外とこれ量少ないですね、食べれる量かも、だから鶏1羽ぐらいじゃないの、多分全然関係ないですけど、デカキンさん、うん、私、うん、近所かもしれないです、え、マジで、はい、え、でも近いっていうの超嬉しくないですか、いつでも遊びに来てください、マジで、ボードゲームあるから、マジですか、うん、いいんですか、いつでも来てほしい、初対面からデカチンって言って私嫌われてないですか、全然全然、嫌われる覚悟で私ボケたんで、あ、そんな覚悟なの、全然気があるかと思ってたのに、いや、だってさっきエレベーターの中で緊張するって、それだって私本当にめっちゃ見てたんですよ、嬉しいな、はい、じゃあ超遊びに来てほしいな、え、いいんですか、全然全然、私あれなんですよ、コラボとかあんまりクリエイターさんとしたことないんで、本当に嬉しくて、さっきの茶番かもしれないですけど本当なんですよ、あれ本心なんですよ、そうなんだ、僕が一番最初にあの青木さんを見たのが YouTuber みんなでキャンプ行ってる動画が皆さん出されてた時に、その時になんだこの綺麗な人はと思って見つけて、でも喋りもめっちゃ面白いし何なんだろうと思って、そうしたら元男の子ですみたいな、はい、だから完全にもう女性ですもんね、元男の子のだけで今完全に女性というか、そうです、もうあれですよ、カラメルプリンキャラメル増量中みたいな、ただのあのキャッチフレーズだけです、わかりにくくてごめんなさい、全くわからんかったね、普通のプリンかカラメル増量中のプリンだったらどっち買いますかってことですよ、そしたらカラメル増量中の方が買う買う買う、私で言うとあの普通の女です、普通の女の青木カノンですより元男の子の青木カノンですって方が、あー注目を引くからってこと、はい、じゃあやっぱモテるんですね、モテないですね、モテはしないんだ、モテないですよ、いやでもね私女装時代の方がモテました、うーん、ジュースしない時の方がモテましたね、なんかあの服装とかもやっぱり今と違って女になりたてっていうか、こう女の姿で生き始めたばっかりだからやっぱ嬉しいんですよ、うん、だから男が想像する理想の女の服装を自分でやるんですよ、なるほど、うわっセクシーな服着たりとか、めっちゃいいじゃん、それやってたらすごい変な人なんかこう街で声かけられたりみたいな、でもそれを女友達に言うと、いや、ちょろそうだからそうやって言われてるだけでやったりって、なるほどね、はいはい、確かにって、モテるのがちょっと正解だったりもするからね、モテるのは嬉しいでしょ、だって、あ、あのおじさまにちょろそうだと思われても、まあ一応モテればモテですね、チヤホヤされるのはでも嬉しいことですもんね、まあそれはそれは、もともとゴリゴリ男子だったんで、本当にゴリゴリですか、ゴリゴリですよ、私ガチの野球部員だったんで、え、その時の写真とかないですか、ありますよ、見たい見たい、見てほしいです、そのリアクション撮りたいです、いや、ちょっと見たい、汗かいて、これめっちゃ汗かきますよね、でも食べれるね、全然あの俺の奥義出す必要もないというか、奥義脳内麻薬出す必要もないというか、あー奥義ってなんか踊りすんなか、全然これです、ちょっといや絶対違うよ、これは違うでしょ、あ、これです、私ピッチャーやってたんで、この顔からこの顔になんないもん、だってなります、なります、全然なります、え、だっていじってないでしょ多分、はい、え、なんならその本田翼さんに似てるなぐらいまで思ってたのよ、全然本田翼さんじゃないじゃん、これよく私言われてたの小島よしおって言われてました、本当に小島よしおさんみたい、あとあの野生爆弾の川島さんに似てるって、あ、似てる、痩せさせた感じね、え、ってことはなんていうの、野生爆弾の川島さんを痩せさせた姿って本田翼さんに近いってこと、そうです、小島よしおさんも本田翼さんに近い、本田翼さんです、小島よしおさんが本田翼さん、ちょっとこれ言ったらまた信者の方に、本田翼さん信者の方に、ファンの方ね、はい、殺害予告来ちゃうんで、そうなんだ、これあるじゃないですか、うん、これ中学の時の卒アルなんですけども、うん、本田翼さんのちょっと、え、見たい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 、これですね、意外と、あ、でも口元かな、なんだろうこの笑顔の感じというか、全然似てないですよ、もちろん全然似てないですけど、おー意外と確かに私と同じで一緒に殺害予告受けるかもしれないんですよ、ちょっと似てねーやーって突っ込んでおかないと、いやだから全然似てないですよ、全然似てないけど、確かに、おー意外に、ダメ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 、いや似てない似てない、全く似てないよ、これですよ、うん、全く似てないよお前、何を、お、いやでも もちろん全然似てないんですけど、なんか雰囲気というか口のあの笑顔の仕方というか、なんかいろいろそういうところが、いやすっごい
ごいわ。だから、まあ、どうなん、まあ、なんて言えばいいんだろう。なんでしょう。もしさ、青木さんのことをもう大好きになりすぎて、はい、仕方がない人がファンの中でいたとするじゃん、はい、だけど彼氏さんもいるしみたいな、その人はじゃああれだね、もう好きだ好きだ青木さん好きだってなった瞬間に、あの男の時の写真見たらちょっと耐えれるかもね。好きな思いをちょっと止めれるというか、はい、はい、確かに、うん、数字でも出てくるんですよそれが。あ、そうなんだ。昔の男時代の姿を動画で出すと登録者が一瞬激減するんですよ。わかりやすい。なるほどね、超わかりやすいね。逆になんなら女性にモテそうな男の人もね、あの体育会系で。ああ、それがモテなかったんですよ。モテないんだ。女の子のスカートめくりをしてたんで。ああ、よくないよくない。女の子羨ましいと思ってスカートめくりしてたら、出来替えで私と隣にあった女の子が2連チャンで泣くっていう。それ相当じゃない。辛くないですか。超辛いよ。はるかちゃんとみおちゃんに泣かれました。いや、私の身にもなってよみたいな。隣にあたくてなってないのに、え、泣かしたでごめん。そういう話結構あるよね。あります。え、泣かれたことありますか。俺泣かれたことはないんだけど、たぶらかされたことはすごいある。どういうことですか。なんかその結構真面目で、はい、なんか優しそうみたいな感じの人だったの、中学生とか高校時代が。あ、そうなんですね。そしたらやっぱやんちゃな女性が、辛いね、やんちゃな女性の同級生が、はい、いろんなやんちゃ友達とかに飽きて、はい、この真面目な男に行こうとした時に、必ず毎回先に俺をたぶらかしに来るの。なんかさ、ちょっと出かけいいよねみたいな感じでたぶらかしに来るの。俺はもうめちゃめちゃそんな女性経験もないから、俺動揺するんだけど、何回もそういうの経験してる。動揺する時ってどんな風に動揺するんですか。いや、何言ってんのみたいな。ああ、なるほど。感じになるけど、毎回たぶらかされる。リアクションがいいからじゃなくてですか。その子はもう本当にメンタルやられて、もうやんちゃな男はいいやってなってたから、リアリティはあった。なるほど。でもほとんど私デカキンさんの青春時代はあんまり。ええ、俺の青春時代。昔のデカキンさんの姿も見たいですけどね。あ、見たい。はい。いやー、でもどうしようかな。私とどっちがイケメンだったんですかね。いや、悪いけどそれは俺よ。まあでもそうですよね、デカキンさんモテそうですね。嬉しい。なんかちょっとやめてください。純粋な感じで嬉しいって言う。いやいや、なんでなんで嬉しいよ。え、今ボケで言ったの。で、本当に私も。じゃあ、そうでしょ。うん、じゃあ嬉しかったな。ありがとう。だいぶ探さなきゃ聞けないから。じゃあ、後で。後で。あ、これきついな、ちょっと。これでもさ、ゴールは何、ちょっと。私結構きついですよ、今。あ、本当。ヴァンパイアの頂きは私は見たんですけど、まあ、うん、ちょっと違うんですよ、系統が。辛さの系統がね。ヴァンパイアの方は、うん、辛味噌みたいな感じなんですよ。なるほど。こっちはなんか、ちょっとデスじゃないですか。そうそうそう、デスってる。結構デスってるよ、これ。デスってますよね。うん。じゃあ、俺の勝ちか、これ。わかんないですよ、まだ。行こうと思えば行けるもん。マジですか？うん。ちょっと箸休みね、この。醤油味ね。うん。あー、辛い。うん。あー、すごい。これ、ほんと勝負できるかもな。いろんな店舗にね、勝負仕掛けに行こうと思ってんだよ。激辛の店舗に。マジですか？うん。でも、激辛だったら、あそこ、赤い壺やばいっすよ。赤い壺？青山にあるんですけど、うん。超激辛ハバネロチヂミ食べて鼻血出ます。鼻血出るレベル。そんなやばいんだ。やばいっす。チヂミ、ハバネロチヂミ、名前からもう辛そうだもんな。私みたいにあれっすよ、女だと思って近づいたらピリ辛な目に遭うぜ。やっぱマジ、何は何は何を言い出したお前、マジ急に辛くて全然突っ込めない。私もそれにびっくりしました。そうちょっとお願いしますよ。いやいや、だからちょっと食べてない時にしてよ。デカキンさんでいてください、私の目の前で。ずっとデカキンなんだよ俺は。何を言ってんのよ。今デカキンじゃない部分、デカチンなんていないんだって。今ちょっとツッコミがあれだったんでデカチンですね。今デカチンの部分出てた俺の、うん、デカキンの部分しか出してないんだよ。輝いていってください、お願いします。突っ込んでる時が輝いてるのね。私本当に大好きで。あ、嬉しい。他のクリエイターさんにめちゃくちゃ突っ込んでんの、私何回もリピートしてみるぐらいなんで。めっちゃツボなんですよ。超嬉しいな。そのさ、なんでもない。そっか、もともと女性なのか、気持ちが。自分の心を鬼にしてスカートめくりしてました。絶対そんな人にスカートめくられたくないわ俺。これあれですか、営業妨害ですか。本当にゴミみたいな扱いしかしてないよ俺ずっと。いや、したかったからボードゲーム、それだったらしたかったからやっただけ。あ、なるほど。誰でもよかった。裏方さんやってくれている肉団子さん。肉団子さん、はい、すごい名前だな。どっちの方が、俺よりも肉団子。肉団子っていうか、デカキンさんですね。俺の体しか見てないだろ、さっきからデカキンの無駄遣いそれ。